ここね、ここを昨日改造した場所です。改造したっていうか追加しました。いや一旦作ってたんだけどね、あれをボツにして、ここの部分ですね、変えました。元はこれ、プッシュ式のモーメンタリースイッチっていうのを中に採用してるんで、どうやっても隙間ができるんですよ。だからこう上の、だから側面にもあったしっていうことでね、下は見えないからいいんだけど、上にもこうすごく目立ちますからね、ここね。アッパーって書いても上に、ね、これ取り外しできますから、アッパーって書いてないとちょっと上下に差が少しだけあるんですよね。はい、ということでこうやって隙間をなくすような感じのディティールを追加しております。この濃いな今回もって言われるとそれは成功ですね。めっちゃ濃いね、年に1回あるかないかの濃さですね。ここまで濃いのはなかなかやらない。濃いぞ今回、特にこのお腹のおへそのところが非常に濃いですね。ではですね、ここのところですね、これ何かと言いますと、お尻のところにですね、このパイプが固定される場所、留め具になります。まあ非常にちっちゃくてですね、細かいそのギミックっちゃギミックなんですけど、ここにこう突き刺さるんですね、こっちがこうやって、はい、一応これでちょっと可動が残るような感じにして、でまあこれでフロントの方につながるパイプとして使用できるようになりました。どうしようかな、一応強度は接着剤きれいにも固まってくれてはいると思うんでいけるんですけど、大丈夫かな。はい、このね、ハイメガキャノンですね、これを光らせたいので、さあどうするかなんですけれども、もうできるだけこのユニットの中で全てをね解決させたいと思っています。でどうするか、どこに電池を仕込もうか、ここの中にはもうスイッチと LED あります。あとは電源にある、LED の電源になる電池ですね、これが一番 3V でちっちゃい1個だけの電池になりますので、これを仕込みたいと思います。その場所はここなんですね。ここに仕込んでこっちに電線流してやろうと思います。余分なものをちょっと剥がしていきましょう。印なんですけども、ここにここがプラスね、これがプラスになります。一応プラなんでね、溶けない程度に一瞬で、ちゃんとスイッチを押した時について、引いた時に消える。まあプラスとマイナスはあんま関係ないですよね、だって電池ひっくり返せばそれで済むんでね。
で、このケーブルをどうやって逃がすかですけれども、これをこの中に入れてやって、で入れた線をこちら側から見えないように、なるべく目立たないように逃がさなきゃいけないですね。こっちの方に逃がさなきゃいけない。ホーリーが結構大変っぽいよね。穴を開けていきましょう。2本束にして、まあいいや、よく大工事になったな。薄い穴、間を逃がすわけにはいかんから、今度はこっちか、こっちに溝を掘って逃がすっていう形ですね。うまくいかないので、フォルマル線に、もう見栄を張らずにフォルマル線に頼ります。 0.2 ミリの銅線、エナメル線ってやつですね。でこれをこれなら大丈夫。はい、フォルマル線に変えました。ちょっと楽勝だと思ってたんだけど、せっかく開けた穴なんで、これを利用させてもらって、通して、逆じゃ、ハンダーをしたとはいえですね、何回も何回も入れたり出したりしてると金属疲労で折れるとか割れるとか、そっちを心配します。大きめに穴を開けておくことによって、ここの部分がこう動いてもちゃんと余裕が出るように遊びを作ってやるわけですね。ちょっと溝掘ります。はい、これで、溝をね掘ってやったんですけど、ね、その溝にこいつをはわせてやるというふうなことにして、こうやっていけば干渉なくスイッチが動くということが確認できましたので、こういうことですね。初めからフルマル管、フルマル線を使っておくべきでしたね。瞬間接着剤で OK。 線を回していきます。いいじゃないですかね。よし、これ逃がせましたね。あとはもう電池、電極、工作だけで済みますんで、板ですね。この銅板を、キャンキャン泣いてんな、おい。裏のシールを剥がしてやって、まず、ここに、付けます。ここに取り付けたいんですよね。どういった、貼っ付ける作業ですね。どうかな、こんな感じで。
シオ電池を入れることによってちょっと抑えの、はい、であとはまあ、あの瞬間接着で固まったですね、この後こことここをハンダ付けをしてやると。はい、それではね、スイッチが入るかどうかちょっと確認したいと思います。どうせだからちゃんとフル装備の状態でいきますよ。スイッチオン、へそっちですね、へそっちスイッチオンね、こういう仕組みです。はい、一応 OK、まあ、こんな形でですね、ファッツのお腹ビームのところですね、これはまあ背面がキャノンでしょう。設定上これはねないというものなんですけれどもね、まあ、電池をね仕込むことによって、それから LED とそれからモーメンタリースイッチを組み合わせまして、まあ押したらね光るっていうふうに、そういうようなギミックをねこのユニットの中だけでね、まあ、完結させております。先端の部分のパーツだけはですね、このビルダーズパーツのノンスケール MS ディティール01のメカニックカラーっていうやつでを使用しています。それ の六角形のね大きなやつを採用しました。ゴム粘土を LED のところにねマスキングとして入れて、であと最後にサーフェイサーをかけてやって、まあ現状の仕上がりのところまでというふうにしてあります。はい、ということでね、本日の動画はここまでです。ご好評ご登録よろしくお願いしますね。ご感想ありましたらねコメントの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.